はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、かなりリアルというか、今僕に起きている、まあ、いいことでもあり、悩みだったことの、動画です。なんで今こういう風に撮ってるかっていうと、実はこのオープニングは別撮りで撮ってます。今回の題材は、青汁ヒルズの退去編です。青汁ヒルズは動画でも言ってるんですけど、賃貸で借りてました。そこに大体2億円ぐらいの内装費用をかけて、出ていくことになって、元に戻さないといけない、そういうまあ契約だったんで、ルールだったんで、そういうことになりました。青汁ヒルズを元に戻す費用、なんと8000万円。それがすごい重くて、僕9月末の支払い、まあ、3億1000弱払わないといけないんですけど、そのうちの8000万近くは青汁ヒルズの、まあ、現状回復っていうんですけど、元に戻す代の費用でした。当然僕はそれはね、払わないといけない、そういうルールだと思って払うつもりで、ここまで来たんですけども、なんとこの動画最後まで見てもらえば分かるように大きく状況が変わって、もちろん青汁ヒルズはもうなくなってしまったんですけど、本当救いの手が現れたというか、希望が見えました。なかなかこんな賃貸の物件にお金かけるやつもいないと思うし、こんなバカなやつがいたと思って、この動画見てもらえばなと思います。僕の本当思い出に詰まった青汁ヒルズがどうなったか、ぜひ最後までご覧ください。はい、今回の動画なんですけど、いよいよ青汁ヒルズ最後になります。まあ、ちょっとこの間の動画で新しい新居をちらっと紹介したんですけど、この青汁ヒルズに入れるのもあと10日を切りました。もう1週間も切ってないかな。で、まあ、そこからね、内装の解体工事が進んでいくんですけど、今思えばこのチャンネルで青汁ヒルズをちゃんと紹介したことないなと思って、まあ、最後に紹介したいなと思います。まあ、なんかね、最近ね、自分もいろいろ、まあ、顧問制度始めたりとか、状況をなんとかしようとしてるんですけど、なんかね、やることなすこと空回りしてて、あんまうまくいかないんだよね。だからこの動画は未来の自分にも向けたいなと思っていて、未来の自分がこの動画を見た時にこんなこともあったねって笑っててほしいなと思って、そういう意味でもちょっと残したいなと思ってスタッフ来てもらいました。はい、紹介していきましょう。お願いします。ちょっと今引っ越しの準備がね、若干汚いんですけど、まあ、これがいつもの、まあ、リビングです。で、まあ、ここなんでバーキンが出てるかっていうと、月末の支払いが結構危ないんで、少しずつ売ろうということで、これね、もう来週にね、引き取りに来てくれるんだよね。いや、売りに行きます。あ、売りに来てくれる、まあ、そんな感じです。まあ、まだあのこういうものがあったんで、少しずつ処分をすればなんとかなるかな、なんとかならんなっていう状況です。まあ、そんなね、弱音ばっか入ってても知らないんで、今日はちょっと楽しくというか、はい、まあ、せっかくなんで最後に紹介させてください。そうですね、はい、これがまあリビングですね。リビングもかなりお金がかかってましたね。このアウトリーズ内装費用で2億円かかってますから。バカだよね、もったいない。で、なんでこれ出ることになったかちょっと後で話そうと思います。まず見てほしいです。ここがリビングテラスみたいな感じで、まあ、もうちょっと網戸もヨレヨレでね、虫がすごい入ってくるんで、こんな感じで虫が入ってこないような網戸をつけてもらいました。もうちょっと壊れてるね。こんな感じになるはずなんだけど、まあ、壊れてるからさ、まあ、今更直す必要もないんで、まあ、直す気ないんだけど、まあ、こんな感じです。はい、リビングはもう見慣れてると思うんで、皆さん、まあ、そんな紹介することもないかなと思うんですけど、まあ、一応寝室とかも行きましょう。まあ、これが玄関、まあ、こうなる見慣れてるかな、みんなね。そうですね、何回か改修してて、まあ、多分動画によったら部屋の色とかが違うと思うんですけど、それはすごい改修してます。で、これが、洋服の部屋です。クローゼットです、ね、クローゼットですね。ちょっとこれも大体処分して、まあ、これから引き取りに来てもらったりとかしようかなと思ってます。まあ、ここの鏡使ったことないんだよね、ここね。ドライヤーとかも最近全然してなくって、まあ、左腕がまだ良くなってきたんだけど、これもちょっとね、なんとかしてえな。来年ぐらいにはね、ちゃんとパーってできるようにしたいっすね。なんかちょっと治りがね、だいぶリハビリ行ってないんですか？まあ、リハビリの期間があるらしくって、病院でリハビリできるのがなんか何ヶ月間って決まってるんだって。で、もう少しで終わっちゃうのか、まあ、多分終わったのかな。ちょっとだいぶね、だいぶ良くなりますね。まあ、だいぶ良くなったよね、最初の頃よりはね。まだパーができないから、あと、ここができるようになってきた、ちょっと。ピンって、あとこう、人差し指ピンってしたりとかできないみたいな。まあ、でも神経が切れてるから、別にこれ悲観することないと思ってて、時間経てば少しずつ治るらしいんだよ。神経って1日1ミリ伸びるらしくて。あ、そうなんですか。だからここが切れてるからさ、ここ。それ治るんですか？いや、ここが切れてるから、ばっくり。で、今手の神経がここら辺まであるはずなんで、はいはい、まあ、どんぐらいかかるのかな？ 1 年ぐらいかかる。ないと分かんないよね。今のまま最後まで行くとすごい嫌ですよね。なるほど。まあ、なんかそうだよな、いろいろあるな今年な。まあちょっとベッド汚いね。ベッド、ダブルベッドですか？ダブルキングですか？キングベッド。はい。で、ここが、まあ、書斎。最近ね、配信もね、全然やれてないんですけどね。昔はここでこのカメラで配信よくやってました。はい、はい。海なのうんちしてる。うお、すごいとこにうんちしてるな。ほんで、こんな感じでここで配信したりね、よくやってましたね、この風景は。うん、やってたね、やってましたね、この風景で。この価格ですね。もうこれもなくなるね。最後の中に配信したのいつかな。最後配信したらいいんじゃないですか。
気持ち的にまだね、なんかそんなに余裕がないっていうか、まあ別に全然あれですよ、ネガティブな意味ではなくて、まあ前向きに頑張ろう頑張ろうと思ってるんだけど、なんかまだちょっとね、いろいろ考えることありますよね。これどうしようかなとか、ここもいられないのかなみたいなとか、まあそんな感じです。で一応ね、あの頑張りながら、岩盤浴ほぼ使ってないけどさ、ここ初めて買いました。岩盤浴があってさ、おすごい、初めてお金かけたんだよ。いくらもかったの。岩盤浴あったんですね。どう初めて入った。しかもあったかいじゃないですか。岩盤浴だからめっちゃ使いたい。チェイスでも、まあ、よくね、二日酔いの時とかにここで寝たりとかして直してたりしました。チェイス1週間に何回ぐらいこれ入るんですか。1ヶ月に3回ぐらいかな。なんてこっちもあります。こっちはサウナですね。うわ、もったいねえよな、こういうのは。こういうのももったいないよね、マジで。え、僕初めて知りました。かなりもったいないと思う。これはいいっすね、うん、もったいないね。これが全員なくなっちゃうんだからね。はい、全然綺麗、まだ。これお風呂、うん、でかい、でかいのお風呂。うわ、さっき入ったからお湯溜まってるけど。で、ここがティートカプセルルームで、こんなとこもあったの初めて来たわ。あの、ここでティートカプセル、うわ、すごい。あ、できるようになってたんですけどね、新しい家には絶対こんなの入らんからね。どうしようかな。一旦ちょっと、まあ知り合いが倉庫をね貸してくれるっていうことで、余ってる倉庫があるらしいんで、一通りこういうのはなるべく持ってこうかなと思ってます。まあ、売ろうと思ってもね、よく売れとか言われるんだけど、これ売れないんだよね、こういうのね。あ、そうなんですね。だからどうやって売るのって話です。だからやっぱ、まあ、ブランド品とかはパンパン売れるけど、こういう流動性が低いの、なかなか売れないね、絵とかも。まあ、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。で次が、はい、一応まあ記念に打つと、記念に、まあ、ここはパントリー、冷蔵庫とかがあって、神棚があって、そこお参りとかね、したりしてました。でもこれが好きだよね、この七輪で。動画でも何回か出したんですけど、そうですね、卓上コンロで焼き鳥食べたりしたわ。こっちの部屋も見せますよ。はい、なんかいろいろ趣味の部屋があったんです。キャンプ道具とか釣り道具があったんですけど、今では最近ちょっといろいろ呼んでいただくことが多いんで、 DJ の練習ができるような部屋になってます。こんな感じですね。スタッフがね、100万人いた時にこういうのもくれて、おお、すごい出ましたね。はい、そんなもんかな、ここの部屋は。そうですね、まあ、自分が住んでる部屋はこんなもんですかね。もともと全部これ1棟借りてて、うん、大体1700万いかないかなみたいなぐらいだったんですけど、今はもう2部屋しか残ってないです。昔はね、出資してる会社の社長が住んでたりとか、あの関係者の人が住んだりとか、うん、まあ、みんな楽しくにぎわってたんですけど、今はもうみんなもう退去して僕だけですかね、はい、でまあ全部部屋借りてたのはもう解約していって、残ってるのがもうここと、あと隣、はい、最後の部屋です。ちょっと見せましょう。はい、これがね、まあ青汁ヒルズの僕の専用部分は、自分の家とこういうゲストがよく楽しむようなことがあったんです。これがまあ10年結構使わせてもらってます、これは。ああ、本当に。はい、使っても最後使っとしよう、はい、でよくね、ブレイキングランドのちょっと出てるとか、ここでなんか練習したりとか、うん、みんな10円使っていいよって感じでやってました。これとかどうやるの、どうやって持ってこうだろうかね。これは結構ね、売りたいよね、でかいしな。特注で作ったんだけどな、これは。特注なんですね、うん、そんな感じです、うん、で、まあ、ここは青汁ヒルズバーバーですね、うん、今ここはスタッフが打ち合わせしたりとかっていう感じがあって、まあ、本当 LED ってバーンと機能が流れたりとかしてたんですけどね。ここはもうもちろんバーつくの営業してないんで、お金取ったりしないんで、まあ、よくインフルエンサーが集まってなんか使ったりしててね、まあ、飲み代とかは全部僕がっていうか会社で払ってあげて、憩いの場としてね、少しでもみんななんかこうここでコラボの話だったりとか交流してくれて、インフルエンサー業界が盛り上がればいいなと思って作ったんですけどね。バーのスタッフが2人ぐらい毎日来ててくれてたんですけど、はいはい、もう今もうバー自体は終わりっていうことなんで、それぞれ違うことを頑張ってて、もうほぼ使ってないです。ここで撮影もしてたんでね、結構しましたね。なんか見てる人いると思うんだけど、これ残ったお酒とかどうすんだろうね。新居に持っていきましょう。いやいや、置けないよ新居に置けたらいいんだけどさ、置けねえんだよな。超ミニマムに行くしかないよね。ミニマリストです、はい、っていう感じですね。まあまだあって、ここね、ここはなんかダイエット用の部屋なわけって言うけど、おのおぎみたいになってますね。トイレ、トイレとか広いね、このトイレね。広いっすね、このトイレ。すげえな、このトイレな、はい、で、ここゲストハウスで誰かが泊まりに来た時に泊まっていいよっていう感じにしてたんですけど、はいはい、贅沢っすね贅沢っすねここに住めるよね、
はい、っていうのが、まあ、ゲストハウス含めてみんなの憩いの場として使ってたマウズリヒルズバーですね。すごいね、もうこれなくなっちゃうんだからね、もったいないですね、うん、にしてもやっぱ賃貸はやっぱもったいないですね、うん、その話もちょっと後でしようと思って、はい、あともう一回最後紹介してほしいのが、はい、させてほしいのが、はい、屋上ね、屋上があって、よくなんだろう、バンガリーである屋上の、はい、はい、そこも借りてたんですよね、あれ屋上かかるんですか、あれもう家賃払ってたよ、屋上って家賃払うもんなんですか、何万払ってたから、今ここはもうね解約したんでこんな感じになってます、あはい、これ結構バーベキューいっぱいしましたね、解約したら管理会社がこんなの貼ってロープ貼って、うわすごいよね、そこまでするのかなと思ってびっくりしたんですけど、まあ別にもう解約したから入ることもないし、はいはい、ここまでやれんだなって、そういうもんなのかなと思ってね、寂しいなって思いましたね、一応ねまだこれ解約してない時に撮った動画があるんで、今もこれ入れないしもう解体しちゃってるんで残留物しかないんですけど、その時の動画流します、と、まあ、こんな感じでね楽しく使った時期がありました。ここがね駐車場です。前は5台ロールスロイスとかベンツとかいろいろあったと思うんです。もうこの車1台だけです。今ちょっと業者さんがね工事かなんかの準備で来てて、他にも車止まってるんですけど、ここは本当高級車並んでたんですよね。これ駐車場代もかかってたんですか？駐車場代もかかってて結構高かった気がするけど、今はもうここだけだから。何万ぐらいだね1台。高っ、高いっすね、まあ、何もなくなったね、車もちょっと寂しいっすね、やっぱり、まあ、寂しいよね、なんかはい、まあ、という感じなんですけど、まあ、なんで青汁ヒルズ出ることになったんだっていう気になる人たくさんいると思うんですよ。一応なんかお金がなくなったから出るんだっていうふうに思ってる人もいるんですけど、これ自体はもう株が暴落する前からもう出ることが決まってて、何だと6月ぐらいかな、6月ぐらいからもう実は決まってたんです。でまあちょっと次の家どうしようかなと思って、いろいろいいとこ住もうかなとかやってる間に、まあ、あんな大暴落があってこんなことになっちゃったんで、ちょっとダブルパンチになっちゃって、今ちょっと自分の、まあ、人生の中でも結構辛い時期は辛い時期なんですけど、まあ、これ乗り越えればさまた上がるしかないと思ってるんで、いいっすね、はい、頑張ろう、頑張りということで、ちょっとなんで出ることになったかちょっと簡単に説明というか、はい、解説をねしようと思います。この段ボールでこれからもうあと何日かしたらもう全部詰めていかないといけないから、もうこれ見納めなんで視聴者の方も青汁ヒルズ多分これ本当に見納めだよね、9月次の動画ぐらいでまだ入れるか入れないかみたいな感じのレベルだと思います。次がもう引っ越しって感じ、そうかそうだね、次動画撮るとしたらもういよいよ本当もう何もなくなったっていうところが撮るかもしれないんで、実際物がある青汁ヒルズはもうここが多分終わり、もしかしたら次もなんか企画やるかもしれないですけど最後だからね、まあ、本当な残りあとわずかって感じです。ちょっと座って、はい、はい、ということでね、青汁ヒルズがなんで出ることになったか、理由も気になる人がたくさんいると思うんで説明したいなと思います。今回は、この青汁ヒルズ実はですね、まあ、定期借家契約っていう、まあ、契約だったんですよ。皆さん賃貸だと定期借家契約か普通借家契約、まあ、どっちかなんですけど、普通借家契約っていうのは入居者が僕たちみたいに借りてる人が出るよっていうタイミングまで、まあ、借りられる契約なんですよね。僕の場合はね当時バカだからこの契約のことあんま分かってなくって、定期借家契約でまあ借りちゃったんですよ。なるほど、まあ、もちろんそういう条件だったんで、それはね自分たちが判断したことなんで、もちろん自分の責任です。でこれから定期借家契約が2年だったのよ。なるほど。でこの契約って出てくださいっていう風に大家に言われたら出ないといけないの、2年ごと。まあでもこれって別に、まあ、よくある契約なんで、普通のことっちゃ普通のことなんですよ。で僕の場合は何にも内装とか入れてなかったら、まあ別に次のマンションを引っ越せばいいかとなったんですけど、やっぱ当時脱税事件でいろいろあってすごい悔しかったんですよね。でなんかめちゃくちゃいろんなこと言われてて、今みたいに応援してくれる人なんていなかったし、登録者でいうと、まあ、あんまり10万人いくかいかないかみたいな、ちょっと忘れちゃったんですけど、それぐらいの世界だったんで、あやっぱ世間見返したいなとか思って、まあ、ちょっと見え張ってねこういう家作りました。まああの時はまあ良かったと思うんですけど、今考えたらね、まあ、大体2億円かけたんで。もったいねえなとか、何やってんだろうなって今だったら思うんですけど、内装だけで2億、内装だけで2億、まあだから敷金とか入れたらねかなりの金額だし、まあ、家賃いくら払ったんだろうね、月例えば1000、まあ700だとして、まあ、そんなに、まあ厳密にそんなにいかないと思うんだけど、まあでも仮にそれぐらいだとして もう4年ぐらいいたんで、まあ年間2億ぐらいだと仮にしたら8億ぐらい払ってんのか、まあ、そんなにいかないと思うんだけどね、馬鹿らしいよね、8億あったら預金買えるからね、買えますね、まあそういうようなね状況なんです。まあ当然やっぱり2億もかけたんで、大家さんからするとやっぱりこれ失うの辛いだろうって思うじゃないですか、まあ、それそう当然だと思うんですよ。最初ここ契約してから2年後に家賃をすごい上げられる交渉をされたんですよ。まあやっぱちょっと辛いじゃないですか、それだけ払ってんのに家賃上がるっていうのは。でまああーってなってて、まあそれでもその時はね、まあいろいろ交渉もしたんですけど、また契約を更新したんですよ。で今年のね
3月4月かなにここの内装をちょっといじったんですね。そしたら、まあ、もちろん僕たちはその工事業者さんにお金を払って内装をいじって、ちょうど寝室色変えたの。あとバーも昔赤色だったと思うんですけど、さっき見てもらったようにちょっと明るい色になってるんですよね。てかちょっと赤色ってなんか悪趣味だなと思って、まあ、変えたんですけど、で、まあ、その工事をした時に、まあ、この管理会社が持ってる物件なんです。許可なく工事をしたっていうことで、まあ、ちょっとそこで一悶着あって、ああもうこれなんか更新できないかなとか、ああちょっとなんか若干トラブっちゃったなって思ってた矢先に、まあ、勝手にやっちゃったのが悪いのかもしれないんですけど、じゃあ家賃更新する時に、まあ、これぐらいねっつってめちゃくちゃ上げられたんですよ。そこから若干不信感というか、ああこのままちょっといるのも微妙だなって思ってた矢先に、まあ、なんとですね、廊下ちょっと実際行ったら分かるんですよ。廊下見に行こう。この傷、これなんとこういうなんか傷がいつの間にかあって、これってまあいろんなね、植栽の業者さんとかが来るんで、まあ、実際誰が傷つけたか分かんないんですけど、あとねこういうとこ、これとかって別に自然についた傷だと思うし、なんでここに傷があるのかも分かんないけど、こういうのも全部まあ直してる、まあ、その時に気づいたんですよね。もちろん僕たちは貸していただいてる側なんですけど、やっぱりこの契約だと、まあ、完全にもいい、まあ、ある種こう言いなりにならないといけないし、そこでまあ断ってしまったら、まあ、いられなくなると。もうだから常にこう首根っこを掴まれてるような状況だと。だから気づいてバカなことしたなと思ってさ、いやなんか普通借家契約とかだったらさ、ずっと入れたのにさ、定期借家でさ2年ごとに更新なのにこんなお金かけちゃって、自分がすごいバカだったなと思ったんですよ。でやっぱ弁護士さんとかに相談したら、あんな共用部分の傷って別に誰がやっつけたか分かんないし、自分たちの占有部分じゃないから、まあ、ちょっと払う必要はないです、払わないでくださいって弁護士さんに言われたんで、まあ、払いませんって話をして、まあ、そこからだんだんこうちょっとこじれていってしまって、まあ、僕たちもそんなに家賃上げられるんだったら、まあ、またちょっと次の更新の時いくら上げられるか分かんないし、まあ、ちょっといられないなと思ってね、解約するってことを決断したのが、まあ、6月なんですよ。なるほど。そうで、もう一個言うと、まあ、これもちょっと録音とかあるんだけど、まあ、これも大人げないから出さないんだけど、大家さんとね、当然ここかなりお金かけたんで、現状回復って言って、まあ、これからまあもう解体していくんですけど、元に戻すのに8000万かかるんですよ。2億かけたのに戻すのに8000万。そうだから合計2億8000万かかったみたいな。でまあ僕来月、まあ、9月末の支払いが3億1000万弱、ちょっといろいろピンチなんですけど、まあ、そのうちの8000万分は、まあ、実際そういう費用がね入ってたり、まあ、するんですよ。まあ、資金とか入れてるんでね、まあ、そこからも若干相殺とかされていくんでしょうけど、まあ、結構今そういう状況で、でまあ、当然この内装をすごいね、貴重なものだから誰かに譲りたいとか、まあ、誰かに売りたいっていうふうに最初言ったんですよね。じゃあそれがダメだって言われて、まあやっぱり大家さんが決めることなんで、まあ、そうかっていうことで、じゃあ誰か借りる人を見つけてくるんで、その現状回復の元に戻そうかな、8000万はちょっと勘弁してもらえませんかっていう交渉してたんですけど、まあ、それもやっぱりダメで、まあ完全に壊さないといけなくなりました。なるほど。俺だってこれ出ていかないといけなくて辛いじゃん。でもさ、その人持ってんだよ、オーナーですもんね。オーナーだからすごいっす。その人の方が圧倒的に立場上なの。だから俺何も言えないし、もう言われるがままにするしかないじゃん。でそこで不動産ってなんかすげえんだなって気づいちゃったんだよ。じゃあ真面目に自分たちが不動産とか一生懸命やったらどんくらいもんかんだろうってなるじゃん。そこで僕、大暴落でこんなことになる前、6月ぐらいから実はまあツイートとかもしてたんですけど、不動産の勉強めちゃくちゃやったんだよ。めちゃくちゃしてましたね。超したの。その結果不動産って死ぬほど儲かるなってことが判明したんだよね。だから今回の件ってごめんなさい、さっきちょっと事前に言いましたけど、そういうこと言われたから嫌だとか辛いとかじゃなくって、うん、逆に気づかせてくれ、本当ありがとうって感じなのよ。だから、まあ、6月7月の時点で株価が暴落したのは8月なんで、お金がなくなったのは8月なんですけど、その前の時点で嫌な思いしたけど、あ、これから俺三崎未来ホールディングスで不動産の買い事業をやろうと思って、すっげえ夢に満ちあふれてたの、はいはい、だって真面目にやったらこんなの持てそうじゃん。だって一生懸命自分でやったら絶対それ超えられると思うもん。そういう意味で自分も納得して、まあ、8000万円のお金を払って、まあ、ここを全部まっさらにして根元に戻して、まあ、出ていくことを決めたんですよ。7月6月か。そしたら8月の大暴落、いやー、今のこの元で大元になんか物件買って不動産事業でね、本当に価値のあるものを提供して、もちろん富裕層のお客様とか対象になっちゃうかもしれないですけど、喜んでいただいて会社も利益を上げて青汁を超えるような会社作ろうみたいになってたんだけど、まああんなことになっちゃったと。
いうことなんですよ。でも僕まだ諦めてなくって、全然諦めてなくって、いやもちろんそのね、いろいろ、まあ、何個か持ってますけど、その株が元に戻ったりしたら、まあ、お金余裕できるし、まあ、今ね、いろんな顧問とかでいろんなことして稼ごうと思って一生懸命ね頑張ってるから、そういうお金が貯まったら不動産事業ちゃんとやりたいなと思ってるんだよね。だから 俺にとってこの青尻ヒルズを出ることはすごい気づきになったし、もう良かった。だって家賃でこんな1700万から何百万も払ってるのはさ、やっぱバカらしくも不動産勉強したらなおさら思った。だって港区の不動産とか買ったらさ、住んでるだけで2倍とかになるんだよ。まあ今から分かんないよ、今から分かんないけど、過去 4,5 年前に買ったやつとかも平気で2倍3倍になってるから、じゃあ1億の物件買ってさ、家賃も払わないで住めるわけ。そしたら3,4 年したらさ、2億3億になって売れるんだよ。こんな話ないでしょと。なんで俺は賃貸やってたんだと。とんだく大バカ者だなと。入居した時に3億円くらいで買ってたらやばかったですね。あの時青尻ヒルズを借りるんじゃなくて不動産を買うのがね、まあ、今振り返ってみれば正解だったなと思うし、まあ、こんな定期借家契約でこんなバカみたいな内装を入れて、やっぱ不動産の業者さんとかに、ね、結構なんか、まあ、いい意味で笑われますね。バカだなと思って。だからこれを教訓にここからまた頑張っていきたいなとね思ってるんで、この青尻ヒルズは僕にとってすごい気づきをくれたね場所だったなって。嫌なこともいいこともたくさんあったけどね、良かったなと思います。こんな風に振り返ってみたらさ、なんか青汁王子って呼ばれてるけどさ、なんで青汁の人なのか分かってない人もたくさんいると思う、うん、でも本当昔ね、2018年とかなんでもう6年7年前は、まあ、YouTube とかやってなかったけど、青汁の通販会社作って年商130億、営業利益42億の会社作ったのよ。めちゃくちゃ儲かったのよ。でも今この数字を言えば言うたびに、あーなんかもう過去の栄光だなみたいな。別に昔はすごかったけど今ってじゃあ何もなくなってねえけどさ、そんなね事業的な意味はないなって。フォロワーさんとかはね増えたし、応援してくれる人も増えたけど、まあ、経営者としては本当過去の栄光だなとかすごい思ってて、また不動産だったりとか事業を立ち上げて、あの頃の勢いを超えたいなって、今は本当に心の中ではそう思ってます。まあ、まずは目先の3億を全くしないといけないんだけど、きっとね頑張ればなんとかなると信じてるし。でなんでこんなお金稼ぎたくなったかっていうのもやっぱバイクですよね。バイク事業が、まあ、事故もこともあって、バイク事業で世界に先を羽ばたかしたい、もうバカにされるかもしれないけどそれがすごい夢ですから。だからやっぱバイクってすげえお金いるから、お金稼がないといけないと思って、で車売ろうとかさ、いろいろやってた矢先に、まあ、今回の8月の件があって、まあ、こんなになっちゃったけど、ジェットコースターみたいですよね。今年事故して青汁ヒルズ出ることになったら株が暴落して、お金がちょっと結構きつくなっちゃって、本当にジェットコースターみたいな勢いですげえ下ってるんだけど、もうこっから上がるしかないと思うから、まあ、やっていこうと思いますよ。はい、うん、まあ、これが青汁ヒルズを出ることになった理由だし、これはもう僕にとっては悲しいことだし、ちょっと寂しいけど前向きに捉えてます。いつかこの賃貸じゃなくて借りるんじゃなくて、自分が所有した上で青汁ヒルズリボン作りたいですね。作りたいです。今度はもう借りるんじゃなくて出てくこともない、自分の物件でちゃんと作りたい。今それが夢です。まあ、もちろんバイク会社を成功させたい、大成功させたいっていう大きな夢もあるんだけど、まずは自分の居場所ですね。そういう意味も込めて、ちょっとこの間前回の動画でも紹介した 1DK のね、33平米ぐらいの部屋でスタートしようと思っています。であれもなんかなんで買ったんだとか、買ったから金あんじゃんとか言われるんですけど、まあ、ローンだったらそんなかかんないんで、でそんな破産しそうなやつがローン組めねえとか言われるんですけど、あの僕年収が結構去年、まあ、まあ数千万あったんで、その年収 に対して全然借りれるような、まあ一応ねちょっと頭金いくらかみたいな話もあったんですけど、まあ、そこはね審査的にはあのなんとかなったって感じですね。まあそんな感じですね。はい、うん、で今から京都から、まあ、友達が来るんですけど、最近ちょっと仲良くなって京都で不動産をすごいバリバリやってる、もう同じ年の社長で、すげえね不動産のこととかいろいろ教えてくれる社長が来るんだよ。同い年ですか？同い年なんだよ。結構ねイケイケで、多分まあ YouTube とかには露出してないんで、まあ、知らない人も多いかもしれないんですけど、こんな頑張ってる人いるんだなっていう感じで、まあ、実はその株が大暴落した日、株が大暴落したのが8月5日なんですけど、その翌日の6日にやばいなと思って、ちょっと一人で京都まで行って、まあ、今から中野くんって方なんですけど、中野くんのところに行って一泊したんだよね。そうなんです、うん、でちょっと資金繰りの相談をに乗ってもらって、彼は不動産屋だから自分でビル持ってて、ビルの一番上が自分の部屋なの、家なの。え、それは場所どこにあるんですか？京都。うわ。でそこ泊まっていろいろね話して、あ、不動産すげえ可能性あるなと思って、う、まあ、そういう出会いもあって、まあ、もうちょっとで来ると思うな。なんか僕結構思ってたんですけど、青汁のその通販がめっちゃ絶好調の時に売却とかって考えなかったんですか？考えてたよ。この間ツイートもしたけど、当時180億で買いたいってファンあるファンドさんから来て、リューデリまで入れたんだよね。
で、いよいよまあ、買うか買わないかみたいなところで、まあ、ちょうどその脱税事件どうかみたいなのもあったのと、あと自分が欲張っちゃったの。あの時はすげえ勢いで、3年であって伸びまくって42億円年間利益出たら、50億、60億いけるようになるじゃん。もう錯覚しちゃうじゃん。もう株と一緒。すげえ上がってるからもっと上がるみたいな、なっちゃって、そこでちょっと流しちゃったんだよね。で、その会社が今ではさ、ちょっと通販のドラとかもこの間出たけど、今売り上げ10分の1になっちゃったりとか、あの時売ればよかったなって。人生いい時ってそんなにさ、長くないから、やっぱいい時に売れるのが大事だよね。自分はやっぱそこで欲張っちゃうから、投資もそうだけど、なんか本当にビッグマネーをつかめねえなって。まあいいとこまで行くんだけどね。なんか最後の最後なんかつかみきれないのは、やっぱ欲、自分の欲だと思う。それは最近思ってる。まあだからそういうのを見つめ直すためにも、やっぱり引っ越ししてさ、33平米の。お部屋から、まあ、33平米って言っても広いよ。贅沢だよね。全然ちょっとここが広すぎるだけで、全然まあ贅沢だと思うし、家賃すると9万ぐらいなんですよね。超からしたら全然高いと思うし、僕はこう見えて事件の後に自分すごいでしょってやっぱり背伸びしたかったからここ作っただけだから、うん、別にどこでも住めんだよね。全然、まあ、次はやっぱ持ち家だからさ、まあ、ちっちゃいとはいえ自分の城なんで、初の城だよね。極端なの一生暮らせるわけだからね。まあそうですね、確かに。まあ、それを考えると、まあ、青尻ヒルズで借りて今寝ていかないといけないっていう風になった経験を踏まえると、ああもう自由ってなんか安心するなって思いました。まあもちろん今までみたいなこんな撮影スペースもないし、全然狭い部屋なんでスタッフがちょっとかわいそうかもしれないけど、まあそこからやって、まあ、ずっとそこにいるつもりもないから、はい、またね、なんとか成功して復活して、すぐにこういう家を買うのは無理だと思うな。もう何年かかるか分かんないけど、いつかね、まあ、これ以上の家買って買いましたって撮りたいですね。撮りたい。そしてその時の自分に今この撮ってる動画を見てほしいなって、うんうん、思います。はい、次の家内装入れないんですか？次の家内装入れないでしょう。いつ以来ですか？結構いろいろね、資金繰りとか、やっぱ不動産ってファイナンスが大事らしいから、資金繰りのこととかはちょっといろいろちょいちょいやりとりして、うんうんうん、ルミナも引っ越しですね。確かに散歩いっぱいしてあげないとね、ちょっと狭くなっちゃうから。そうだよね。確かになかなかやばい状況なんだよ本当に。結構それも笑って前向きに行くしかないよね。こんないろんなものが重なること目が合うの役をしてるのに。確かに、なんなんだ。いい機会だ、チャンスだ。どうぞ久しぶりだね。久々に。どうぞ。いや今日はちょっといろいろ大変だ。いろいろ大変なんで、めちゃくちゃ炎上してる。じゃあちょっと一回座ってもらって。はいはい、はい。まあ、ということでちょっと京都からね、来てくれました、はい、中野高野くんです。お願いします。僕がね、株で大暴落して、はいはい、すっげえ落ち込んでる時にたまたま連絡して、まあ、僕の周りって別にその金融機関とかファイナンスに強い人たちがそんなにいないんで、いいねんな、あんまりいないんだよね。今に業態もあるのかなと思うんだけど、でも不動産ってすごい、ね、銀行から借りたりとか、うん、そういうのがすごい大事だって聞いたから、うん、じゃあなんかすごい知ってるかなと思って連絡して、うん、ちょうどその日に京都じゃ来なよっていう話になって、そうそうそう、京都行って自社ビルみたいなの持ってるから、そこの一番上が自分の家になってて、うん、まあ、泊まらせてくれて、いろいろねファイナンスの相談をしたりとか、まあ、そこからすごい仲良くなって今いろいろじゃあなんかやっていこうかみたいなね、うん、話をしてるんですけど、いやあの時大変だったね。大変っていうかめちゃくちゃ落ち込んでたし、うん、実際キャッシュゴンみたいな、うん、こんなないんやって思った。そうだよな、もう壁が戻ればあんだけど、ね、いや戻ればね、戻れば、うん、あれあんだけやっぱり俺もっとあると思ってたから、うん、正直結構衝撃的やったというか、まあ、やっぱ今年すごいいろんな事業に投資したりとかいろいろやってたから、うん、まあ、あとやっぱ昔すごい儲かってたけど、ここ 4,5 年ってやっぱインフルエンサーっていうか発信活動をずっとしてたんで、うん、会社の利益を上げるっていうよりもやっぱそっちに集中したったから、事業投資のフェーズ。そうだから、さっきも言ったけどやっぱ昔ね経営者としてすごかったけど、その青汁打ちた時代のことなんて知ってる人もあんまいないだろうし、あ、やっぱここからもう一回頑張っていかないなと思って。アジルって言ったけど利益やばかったけど、ね、やばかったな、あの時は。 あの時は本当すごかったんですけど、まあ、それももう過去の栄光なんで、まあ、確かにね、うんうん、で、まあ、一応今日来てもらったのは一応これ現状回復で、うん、まあ、元に戻す、まあ、それで大体8000万っていう話になって、めちゃくちゃかかるね。まあそれも含めて、まあ、どうかなって、不動産的にどうかな、うん、あ、だから契約の内容知ってるから言うと、うん、まあ、2年しかさ、まあね、本来住めへん契約やったよ、うん、やの2億円かけたっていうのをちょっと止める人いんかんなのかな、ね、みたいな。本当バカだったなと思う。まあ、これまで全部自分の責任だから、うん、あの時に詳しい人とかが言ってくれたらね、止めてくれるかもしれないけど。いや止
止まったんかな。いやでもやってたかもね。止まらなさそう。バカだからやってたかもしれない。止まらへんと思う俺。借りてる側ってやっぱりあくまでも貸してもらってる側だから、うん、何言われてもそうですかってやっぱ言うしかないよね。まあそうやな、本来はそうじゃないけどね、うん、まあ、今回そういう2年しか進めへんっていう気合いとかあったからそうやったんだけどね、うん、はいはい、うん、でもやっぱ俺今回のことがあってよかったなと思ってて、うん、ナオゼルヒルズなくなるのはちょっと寂しいけど、うん、でもそういうことがあったからこそ、あ、不動産ってすごい魅力的だなというか、事業として、事業として、はいはいはい、だからそういうね強気に来る人たちでも、うん、こんな物件持てるわけじゃん。なんか成り立ってるんだ、成り立ってる、そんな、はいはい、ちょっと言葉選ぶけど成り立ってるんだなと思って、成り立ってるんだって、ね、だったら本当に真摯に真面目に、まあ、もちろんその会社が真面目にやってないってわけじゃないんですけど、でも自分たちが本当に汗水垂らしてやれば、いつかこういう物件を自分で持てるんじゃないかなとか、全然持てるよ、そういう夢があるなと思って気づいちゃったのよ。むしろ全然持てたよ、ね、うん、なんでこんな遅かったんだろうね、気づくのが全て。まあでもまあ良かったんじゃない、うん、いろいろ気づいて、うん、痛み分かったし、それで伝えることもあるし、まあね、うん、うん、まあ、だから自分がもし貸す側になったらちゃんと入居者に対しては優しくしようとか、まあ、やられたくないことやられたくない、でも普段はさ、マンションとか作ってるんでしょ。マンション作ってる、京都で大体年間、まあ、京都、うん、大阪、滋賀県、関西圏で年間まあ20棟ぐらいかな。すごいよね。ガネットって社長もやってて、うんうん、でそれデベロッパーなんやけど、うん、でまあベンチャー展開ってるっていう投資会社、うん、そこにゼネコンがあったりするけど、まあその一体で、うん、それぐらいかな。で今 YouTube も最近始めた。そう、 YouTube 始めたんでチャンネル登録よろしくお願いしますなんで YouTube 始めたの。いや、なんか自分が影響力とか広告とかだったら早いなと思ったの、うんうんうん、マンションデベロッパーで YouTube で全部裏方してる人いなくて、うん、建築会社もちょっと持ってるんですけど、うんうん、建築会社っていうのはマンション建てるね、ゼネコンみたいな。そう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 、そこも最近東京で優れた会社があって、うん、結構あの投資家っていう不動産に投資する人、うん、みんな今建築会社飛んだから、うん、建物建てれなくて終わってるの中途半端。赤月建設、あ、言っちゃった。え、ダメだ俺言ってませんからね。めっちゃニュースになってるから、はいはいはい、そう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 、まあまあそういうのもあって、うん、やっぱりその買う人はやっぱり信頼信用できるところから買いたい、うん、じゃあうち全部情報出そうと、うん、若手がこう出すことによって、うん、この京都なんか特にその高齢者の方が多いから、うん、もう若いやつでもっと頑張ろうぜっていうのもあったりとか、うん、そうそう、いろんな意味あったよね、うん、いいよね、はい、やっぱ自分でマンション作って売れるっていいよね、はい、この間ビル見たけど、やっぱ自分のビル持ってて、うん、ビルの他の階は誰かに貸して、ね、自分はその一番上とかに住むとか、そうそうそう、あ、すげえいいなと思って、やっぱ今の自分の環境と全然違うなと思って。だって2億円かけたろ、うん、2億もっとかけてるのか、もう2億円弱ぐらいかけてるね、これは。いや、だからそれ関西圏だったら一棟マンション作れるからね。ねえ、うん、本当バカなことしたけど、まあいい勉強だでしたね。まあそうなんかな、ちょっと分からないけど、だから対不動産においては、まあ、内装費用2億と、あと原状回復8000万で2億8000万赤字になって、まあ、赤字とか自分がやったことは別に赤字でもないかな、うん、けど原状回復しなあかんの。いや、あかん。これはもうそのね、さっきの社長に交渉して、うん、もうここを誰かに売りたいですと、うん、この内装、うん、結構価値があるから売りたいですってことを交渉したけど、やっぱダメで、うん、じゃあ新しく借りる人見つけてくるから現状回復しないでもうこのままにしてくれみたいな話もしたんだけど、でもそれはダメって言われた。あ、でまあそれはやっぱ大家さんの考え方次第だから仕方ないけど、でも自分は多分この家だったら、まあ、2億かは分かんないけど、うん、いくらか出して買うって人いると思うし、実際そういう連絡とかも結構来るのよ。あ、こうね、そうそうそう、はいはいはい、だから自分がもし不動産屋さんになるんだったら、はい、ちゃんとしたそうタワマンのすごいプレミアムフロアとか買って、うん、そこに内装かっこいいの入れて、うん、それで価値を上げて売ろうと売って、はいはいはい、楽しんでもらったりとか、はいはい、なかなかこういう家ってないじゃん。金かけすぎやろみたいな、ないし、でもまあこれはこれで結構な差別化になると思うよね、やっぱここまでやる人がいないから。ここまでお金かけたらね、だからまあそっちに振り切りたいなと思ってるんだけど、うん、いかんせんね、キャッシュフローがなんとかしないとそんなにギリやねんだよね。ほんまにギリやね。だって不動産でさ、現金数億とかも今回いくら損したのかちょっとあれやんけど、数億とかあったらやっぱりファイナンス引っ張って10倍にも使えるから、うん、だよね、うん、ここら辺ちょっと使い方間違ってるなと思ってみたけど、ね、やっぱ俺自分はね、そのネット通販とかマーケティングがすごいできるけど、うん、やっぱもう、うん、分かんない、無知なところがたくさんあって、うん、まあ不動産にしろ、まあ、他のことにしろ、やっぱなんかすげえ不器用だなと思って少しずつ勉強してるって感じなんだよね。不器用ってかちょっとつぼしいよね、うん、まあ、ちょっとつぼしいなのか分かんないけど、でもなんかやったらすごくうまくいきそう、うん、だから今の夢はもうちょっとさっきも言った
言ったんだけど、もう一回復活して、うん、まあ本当に事業でもちゃんとね社会に貢献しながら利益を出して、うん、いつかこれよりすごい家をね持ちたいなと思って。じゃあ持てるよ。自分でね。持てる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 。まあ、それが何年かかるか分かんないけど、まあこっからやり直すしかないしとか。だから不動産業を東京でやってくるのね。不動産業もまあある程度そのお金の目処がついて回復したらやりたいなと思って。まあ本当はねだってそういう作戦だったんで、うん、こんなことになっちゃう前はねすごい勉強してたし、まあ本当5月6月ぐらいから超勉強してたし、最初定期借家とか普通借家とか分かんなかったけど今なら分かるし。違いがね。そうオーナーチェンジとか分かる。それねもうちょっと分かっておけば今回いたね。分かったと思うけどな、うん。まあだからまあこれも全部自分の責任なんで、はいはい、自分が選択したことだから誰も悪いわけじゃないけど、うん、自分がやっぱ不動産屋さんだったらちゃんとそういうとこも教えてあげて伝えてね、伝えてねやってあげたいなとか思うし、はいはい、まあ本当に勉強量高かったわ。かなり高い勉強量ですね。高いってレベルじゃないけどね。勘違いの連続はちょっとあるよね。要するにまあ不動産会社同士だったらさ、定借だから2年に2億かけるって分からへん。あ絶対かけへんやん、うん、でも今回かけちゃったのさ、再契約が何回もできる前と思うの、うん、素人は。そうなのよ。だから別にそのあんま分かってなかったんだよね。そうだから悪気ないのよ。だから共通認識が違くて、ね、ユータはサッカーしてると思ってて、うん、相手はバスケットボールでしてると思ってるの、うん、で相手はこのルールでやってるの、うん、でユータはこっちのルールでやってて、うん、でそのルールの認識の違いで多分今回こういうトラブルになったんかなって俺は思ってて、うん、そう。でもやっぱ結局まあ本当貸してる方が強いし、うん、この動画で何を言いたいかっていうと、うん、やっぱその不動産の勉強とかは、まあ、自分がねこういうことになって、まあ、自分の責任だけど出てことになっちゃったから、うん、ぜひ契約の時とかはみんなちゃんとね定期借家契約普通借家契約これだけでもいいから覚えてほしい。そしたら全然違うと思うし、うん、結構いるよね。なんかあの定期借家で追い出されたって、まあ、もちろん自分だけ自分の話じゃなくって、うん、ネットとか見ると結構 いない。まあだからそれ知らずに ね、まあ、ね知識がない側は追い出されたってなってる、ねね、知識がある側は、まあ、普通だ当然の契約やと思ってるから、うんまあ、そういう認識は違うと思うけどね。だからやっぱ知らないっていうのは悪だから知ってほしいですよね。まあそれは本当にそう、うん、だってねあんだけその40何億か利益出してたよ、うん、一時期、うん、その経営者でもこうやってこう不動産のことになったら失敗したりするねんから、うん、これはだからもっとあの勉強しない人、そうだね、経験がない人たちはもっと失敗する可能性があるんじゃないかなと思いますけどね、うん、あとやっぱ賃貸じゃなくて買った方がいいよね。絶対買った方がいい。俺もうほんまになんか家賃さ家賃2000万、家賃1000万、まあ今だいぶさ、部屋減らしたから減ったけどピークはもう1700万。何してんねやろと思ってんの、うん、知らんかったからなんけど、うん、あ何この人何してんねやろってずっと思ってたんだよね、うん、いや買った方がいいですよ皆さん。これ本当に買った方がいいね。賃貸は別に全面否定するわけじゃないけど、うん、やっぱ賃貸はやっぱ良くない。そうやね、よくない無駄だもん。 で YouTube とかでもさ、うん、賃貸派となんかマイホーム派分かれんじゃん、うんうんうん、僕はずっと賃貸派だったの、うん、分かってなかったから無知だったから、うん、でもやっぱ勉強していくともう絶対買うしかない、はいはい、買わないとありえないと思ってて、はい、どう思う、はい、賃貸俺それ一石投じていい、一石投じどっちでもないの。あそうなの。答えがもうありまして、うん、これ実際俺がやってんの、うん、俺今は自分が住んでる家ってまあ数億円ぐらいするんだけど、うん、じゃただ、うん、これどういうことかというと賃貸併用で自分の住宅を作ることができるの、もしくは買うことができる、はあ、でどういうことかというと、うん、5階建てのマンションがあります、うん、一番上に今俺住んでるのね、うん、で、4階3階、うん、2階を貸してんの、うん、で俺はこれまあローンを引っ張ってやってんだけど、うん、ここからの家賃収入、うん、別にまあ例えば誰だかで10万円とかワンルームもらうじゃないですか、うん、で100万もらったら100万を返済に当てると、うん、ローンがね返済100万やったら、うん、じゃあ俺タダで住んでることなんだよ、うん、みんなが頑張ってお金をこう俺に家賃をチャリンチャリンくれて、うん、それを返済に回して、うん、俺はただで一棟マンションを所有できると、うん、でそれがまあ大体20年引っ張ったら、うん、20年後にはただで数億円のマンションを手に入れられるということもできる。なるほどね。これ言ってる人誰もいいんだよ。それすごいね。そう俺はそれしてほしいなと思って。どうやってやるの。いや基本的には不動産、まあ、不動産事業これからやるつもりは、うん、やっぱファイナンスが大事なんで、うん、でファイナンスを引っ張るにはその人余震、うん、余震っていうのはやっぱお金だったりとか、うん、そういう人がどういうその仕事をしてるかだったりとか、うん、会社の売上とかいろいろあるんですけど、うん、まあそこの社会的信用性信頼性を積み上げなあかんと、うん、だから誰でもできるわけじゃないんですよ、うん、だから一般の人がみんなができるわけじゃないんで、うん、でもまあまあでもあの言うたらできるんじゃないかなと。でも今回の件でもちろんその今キャッシュがきつくなって銀行とかでいろいろ言ったのよ、うん、でやっぱ貸してくれるみたいになったけど、うん、結構ニュースが出て、うん、いやあれはほんまにあかんな破産寸前みたいな。いや、まあ、だから不器用だなと思って。あれ普通隠せばいいのに。いや隠せばいい、なんか全部隠せばいいって言ったらあかんけど言っちゃうから、はい、やっぱほら、職業病なのかもしれないよね。なんか起きたことはちゃんと全部誠実に言わないとダメなのかなみたいなのがあるから言ったらちょっと一旦延期させてくださいって言われた。あ、融資を、融資っていうかそういう話を進めてたのがちょっと今状況的にニュース見たんでちょっとペンディングでみたいな。ちょっとそれは言われると思うで、うん、だってあんだけさ銀行サイドもさやっぱサラリーマンやからさ、うん、
自分が貸したところがさ貸し出ることったらさ責任持てへんよ。確かに。いやでもなんか嘘ついて借りるわけにもいかないからちゃんと自分、まあね、正直に言った方がいいかなみたいな感じでいろいろ言ってみたら、まあまあ嘘つくよりは全然いいよね。まあね、やっぱなんかそういう生き方が不器用なのかな。まあしゃあないね、うん、しゃあないというかまあまあしゃあないな。しゃあないな。自分で自分の首を絞めてしまった。でもあの動画もなんか絶対やめた方がいいよって俺言っても、うん、絶対出すやろ。うん、まあだからまあいいんじゃない。それを分かってくれる不動産の事業やりながら金融機関の方、うん、応援してくる人絶対出てくるから、うん、で そういうところをちゃんとお付き合いして、まあね、うん、やってったらいいんじゃない、うん、でもやっぱ来年ぐらいには完全復活して不動産事業やりたいね。不動産事業できるよ。土地を買って建ててとかね。だから俺がやってデベロッパーみたいなこと、一番上に自分の部屋作ってとかやりたいな、うん、いや俺はそれがいいな。まあ東京すげえ高いから。いくらいるんだろうね。いや東京はもうそんなもう10億とか超えると思うよ、やろうと思ったら。本当土地が高いから。あでも関西圏、まあ普通に地方の都心とかやったら全然それはできるし、うん、でも今回買いたいの不動産は。不動産はもうキャッシュフローがすごい復活したら、うん、ちゃんと買ってそこに住む、うん、で将来的にはまたやっぱ建ててとかやりたい、うん、そうそうそう。だからさ俺が言ってる方法だったらさ別に自分が次住みたいところが本当に多分一軒家かもしれない、うん、もしかしたら誰かと結婚したりとかして、うん、庭が欲しいってなった時にこの俺が住んでるやつで貸せんのよ。貸せるからあの別に売らんくていいし、うんうんうん、で持っといてこうお金入ってきたまんまその入ってきたお金を次はこの一軒家のローンの返済に当てるとかしたらいいから。なるほどね。そうそう、まあ、いろんな使い方あるよ、うん、でもちゃんとした不動産会社がついてなかったな。あそうだってその俺がまあ例えばユウトの友人でもっと前からしてたら定期借家でと、うん、2年やでと、うん、2年で2億やでと、うん、かけるかと、うん、家賃2億やろ、うん、10年間20億やで。まあ確かにバカだよな。もったいない。20年間で40億やで、うん、アマンビジネス買える。まあ確かに、うん、そうだわ。買えたよ。なんてことしてたんだろうね。なんてことしてたんでしょうね。知らんけど俺は。本当だよね。うん、しかもね全部借りてたのもここ結構なんだろう古いマンションにリノベしてるから結構、ね、音が漏れるのよ。ああるしやけど。そう。結構漏れちゃって足音とかも結構響くし、うん、いろんな人出入りするから近隣とかに迷惑かけるのもあれだからもう全部借りて下にそううちの会社の人をちょっとまあちょっとね我慢してもらうことになるけど、うん、まあ OK って言ってくれた人を済ましてとかやってたのよ。あそんな響くんや。いや結構響くこれ。あこれ一回撮ったやつあるよね前ね。聞こえる？ああ聞こえます。これ別に振動そう音とかじゃなくて足音なのこれ。まあそんな感じでこれはね前ちょっと検証用に撮ったんだけど。いやっていうか、うん、もうほんまにお金かけすぎ。うん、それ何これすごいやん。岩って運気悪いんだよね。デザインは素晴らしいと思うんですけど、うん、なんかこの雰囲気が運気悪いな、うん、で岩が悪いと思う。でも言われたもん岩はなんか運気悪いんだって。だって初めて来た時なんか運気悪いって思ったもん、うん、でいやでもねいろんな人に言われるんだよね最近。一人でポツンといてワンちゃんいてこの背景でダウンタイム中やったのよ、うん、なんかもういろいろ傷ついてんだみたいな。そうダウンタイムは整形じゃないからね。あの注射ね。いやもう そ大丈夫、はい、最近整形したとこめっちゃ割れんの。痩せたんだよね。あそうなの、うん、っていうかあそこあそこあここも微妙に長いよね。テラスも ね、うん、ねちょっとごめんなんか人の家めちゃくちゃ言っちゃってるけど。まあいやもう出てるからもうほんと1週間もないから。えこれはほんまに現状回復するの。するよ。潰すの、うん、8000万かけて。8000万かけて。うわもったいないよね。8000万ってことは1億6000万の損失やな。なんで2億じゃない。2億入れてるから。いやあと2億とは別に。だから3億6000万なのよ。なんでちょっとこれ簡単に説明して、うん、8000万現金があったとしますよね、うんうんうん、まあ、5% の毎年リターンがあるとしたら、うん、まあ年間400万や、うん、10年間で4000万、うん、30年間持てば1億2000万、うん、で8000万の物件ってゼロにならへん、うん、まあ最低も半額ぐらいで売れるやん、うん、っていうことは4000万8000万を現状回復をせずに投資に回せれば1億6000万生まれて、うん、なるほどね。っていうことで長期的に見るとね。そうそうそう、うん、長期的に見るとだから8000万をもう何にもならない現状価格に使うっていうのはめちゃくちゃ損やな。まあね、はあ、まあでもこんな状況になっちゃったけどちょっとすがすがしいけどね。なんかやっぱ最初はここを誰かにもらってもらいたいとかいろいろ思ったけど思い入れもあるし、まあ、中途半端になんか譲渡されるんだったらもう全部壊してもらった方がなんかいいかなと思う最近思ってきて。うわ潰すんか。いやもったいないよね。めちゃくちゃもったいない。このこれとかもすごいタイルの貼り方とかすげえ高いなこれ、うん、これ1しさ、うん、こうカットしてさカットして貼っていくの、うん、こういうのもすごい大変やし、うん、これとかもすごいよねえ、うん、
まあ仕方ないよな。そう思うのすごいな。でも仕方ないからどうしようもなくない？どうしようも。だってもう出てくってなって現状回復しないといけないし。なんか大家さんに謝っても無理やった。もういいかなって思うんですよ感じ。やっぱ最初はすっごい丁寧に交渉したけど、うん、まあ自分が無知だったからちょっと説明が下手だったのかもしれないし分かんないけど。うん、まあでも結構なんか冷静だったからね電話の時は。まあまあかなり自分の中では冷静に言ったつもりなんだけど、やっぱどっか借りお金こんだけ払ってるし毎月何億も毎年何億も払ってるっていう気持ちもやっぱあったし、まあ、もっともっと謙虚にいけるような人間性が自分にあれば変わったのかもしれないけど。まあ俺が大家さんだったらこのまま置いてほしいけどな。まあそうだよね。うん。まあ、みんなに言われるわそれ。このまま置いといてほしいし、置いといたまんま売りたいな。俺が消費者だったら。まあでも大家さん大家さんの考え方があるから。まあ確かにね。まあそれはね。消費者の自由なんでね。そう従うしかないのが借り手側なんでね。なんか優太の言ってる気持ちも分かんないけど、うん、やっぱ管理会社さんの気持ちも俺はやっぱやってるから分かるな、うん。だからもうぶっちゃけ、まあ優太の気持ちも管理会社も気持ちもある中で、うん、なんか中間の俺が行って、もう本当にその管理会社に謝って、うん、頭下げて、うん、絶対この方がいいやん。俺マジで全部やってんねんからさ。この方がいいよね。価値上がるもん。うんうん、上がるし、いい人材使ってるから。俺やったら、多分その社長も思ってると思うけど、まあ見てるか分かんないですけど、このままの状態で売りたいと思ってると思うの。でも最初それ提案したよ。最初に。いやでも伝え方が悪いと思う。最初めっちゃ丁寧に言ったよね。今言ってました。かなり丁寧に言って、それはダメって言われたから、だからただなんか一部残すのがいいみたいな、なんかそんなこと言われたから、だったらもう。なんか0、100かみたいな。そう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 。だから一部とかないじゃん。じゃあ、折衷案があんだよ、全部。うん。でもなんか一部残されるんだったら、その時はまだその株とか下がってなかったから、うん、全部壊せばいいじゃんと思ったの。でも大体この作品をかなりお金かけたし、隙もある中で、残してくれるんだったらいいけど、一部残されるぐらいだったら、やっぱ自分が作ったものだから、あー、オッケーオッケー、そこね。全部壊すよ、ばいいのかなと思ってた。でも言うて不動産事業すんのやろ。不動産事業で絶対やったらあかんのは、不動産を扱うときに、自分の思いで買ったり売ったりしたらあかんねん。まあ、作るのは思い込めてもいいけど、うんうんうん、事業として買ったり売ったりするのは、うんうん、やっぱり冷静に判断して負けてみないかんやな。だからここの案件で言うと、損金出すぐらいやったら、俺言ってあげるから、うん、言って頭下げてあげるから、うん、頭下げてちょっと社長こういう折衷案どうですかっていうのをあの喋ったら理解してくれると思う。だって不動産のプロやから、相手も相手のメリットと思いの部分、合理的なものと感情的な部分、うん、両方でちゃんと説明すれば理解してくれると思う、うん、全然何ぼでも頭下げてあげるんだよ、うん、なんか損まっすぐしすぎて損すぎだから不器用やなほんまに、うん、なあ、どうしよう。そんなこと言ってくれたらなんか迷ってきたじゃん。全然知ってあげる。まあでも確かにな、今キャッシュフローが厳しいから8000万出てるの嫌だよね。めちゃくちゃ大きいよ。8000万じゃん。2億8000円けどね。なんかいろいろ忘れられたけど、2億8000の免許代より2億で収まった方がいいやん。もしくは数千万かかったとしても折衷案で、しかもこれいい関係なのかもしれない。もしくはならないでしょ。いやいや、それで分かってくれて。だって頭悪いとか言われるんだよ。確かに向こうからしたら何も分かってねえから頭悪いってことか。そう何も分かってないしね。確かに。彼はあるかもしれない。まあ、彼とか、その社長は、バスケットのルールの話も知らんから。確かに。いや、それはそうだね。まあ、何蹴ってんのみたいな。ちょっとさっきなんかバカって言われたっていうのがあったけど、ちょっとそれはよく考えたら、さっきちょっと聞き直したら違くて。バカって言われた。頭悪いって言われた。頭悪い。ちょ表現は間違ったんですけど、確かに頭悪いみたいな、それ、すげえ暴言吐くなと思ったんですけど、向こうからしたら頭悪いって思ったんだって、こんな内装入れるしね。あの人、そうプロからしたら、うん、基本の木の字の、確かに。もう知らずに来てるから、うん、何言ってんのと。まあね。で、なんか、しかもあれ、頭悪いなじゃなくて、頭悪いなみたいな、だから理解分からへんのみたいな感じだって。そうだっけ。うん、だから真っすぐすぎて、いい意味でも悪い意味でも俺行ってあげるよ。明日にでも全然動いてあげるし、時間ないやん、うん、で、まあ、行ってもう全部しゃべる。当事者本人同士だったらこじれることが、やっぱり一人入ることによって、不動産会社ってさ結局それなのよ。仲介っていうのあれやん、あれって当事者同士で思ってることがあるけど言いすぎてトラブルになるから俺らの仕事ができたの、うん、っていうことは仲裁のプロやん俺らは。確かにね、うん、だからできんかったらめっちゃ俺恥ずいんやけど、うん、まあまあまあでもあのやることやるよ、うん、もういいよ。ここまで来たら破壊してほしいとは思ってきたもん。お金も確かに、お金がね8000万だけ。でもそのノリで不動産やったら絶対失敗するんで。まあね、うん、確かに。だって俺は感情をなくせって言われて不動産やってから。ああ今感情こもったらやっぱ思い入れがあるからこもってんだよね。思い入れを持ったらトラブルになって。確かに思い入れがないんだったらどうでもいいよ。まあ、客観的に他人のこの話だったら普通にもう頭下げてでも土下座しても何でもいいから8000万浮かした方がいいじゃんって言うと思う、うん、そうで、それで不動産業やるんやろと、うん、やったらそのなんか不動産業者の社長としての一歩ここで踏み出してよって俺は思ってる。かっこいいこと言うね。ね、
今俺も忘れた今言ったことそんなこと言われたらどうしていいか分かんなくなってきたじゃん。いやでもこう言ってくれる人が身近にいるからそれ絶対受け入れた方がいい。だってこれを受け入れへんってことは多分株も同じパターンで失敗すると思う。もう失敗してるよ、うん、だからそれ誰かが言われてたらもしくはとあの失敗せんかったもしれんけど、だって言われてたもん、テイスターさんに信用取引するなって散々言われたけどやったよやったらやっぱ同じことしたから、ね、確かにね、うん、テイスターさん来ないだけって言ってたもん。で株での経験もあって、うん、今回の経験もあって、じゃあ素直に不動産の友人やけど不動産の先輩として受け入れてほしいなって、でそれで謝りに行って無理やったらもうしゃあないやん。でも俺やること全部やるよ。自分の資産が目減りせえへんやん、その代わりその感情するだけで、うん、まあ確かに、うん、だって俺めちゃくちゃ失敗するなと思ってるのが、結構物件も高望みで売ろうとするやん、うん、それほとんど失敗しちゃうんだ絶対に、うん、俺は不動産っていうのは4億で売りたくても3億5000で来て買い付けが来た時が売り時やと思ってるね、うん、だからそれを足元見てる人はリーマンショックとかバブルとかでみんな崩壊してるんだ。なるほどね、うん、だから俺今まで何十銭もやってきて不動産で失敗したこと一回もない。うん、なるほど。確かに、でもそこまで言ってくれるんだったら俺絶対そっちの方がいい。でも俺やっぱ心のどっかに、これ正直に言う、本当にこれ正直に言うけど、今は確かにこうやって言ってくれるし、キャッシュローがかなりきつくなったから受け入れたいなって気持ちがすごいあるけど、まあどうなるか分かんないですけど、やっぱあの時はまだキャッシュも結構あったし、うん、やっぱ思い入れがあるから、うん、全部残してくれないんだったら誰かに使わせたくないとか、やっぱすごいいろんな感情があったんだよ。それを捨てないとダメってことだよね。全くいらん。不動産業はそれいらん。自分の思いで買ってで、ここがめちゃくちゃ別品な土地だと儲けたことでもいい、更新やってる人はほとんどやっぱ手放してる、失敗してる。ここで一旦踏みとどまったら絶対いいと思う。絶対ユーザーにとっていいと思う。まあね、キャッシュローもきついしね。しかも彼も俺もその話聞いてて、そんななんか筋道間違った人じゃないなと思うってことは、やっぱ喋ったらちゃんと分かってくる、まあ、言い方だよね。そのいろいろあった中でこうなったから、すごい、まあ、お互い不信感があったから、ね、だからお互いそうやん。そうやね、お互い不信感しかない。でもお互いのルールが全く違うから、まあね、うん、だから喋ってる言語も話してる意味合いも全員が受け取り方も違うから、うん、まあね、それやっぱ自分が満ちすぎたのもあるし、だって本当は最初から定期借家でこんな入れなければよかったんだ。そう、まあ、それでもまあ OK してくれたのも、うん、ね、いや、あの時のタイミングで言うと引き入れてくれて好きにやっていいよって言ってくれたこと自体が俺は感謝する。それはそうだよね、うん、でもやっぱギクシャクしていく中でやっぱ当事者間じゃもう難しいし、そう、これはもうだったら全部壊そうねっていう風になった、うん、で俺がもうデベロッパーの社長から言うと、ここら辺は全部残す、うん、ここだけは直す、岩ね、岩だけ直す、これはちょっと変やし直してそうか、変って言われたらどうね、しゃないな、直して、うん、でもそれ以外は全然 OK だと思う。ああ、うん、そう、うん、あっちの辺も見たよ俺、うん、で一人も見たけど、この雰囲気が好きな人いっぱいいんだよ。まあね、価値はあるよ。確かに今はちょっとなんか俺も思うわ、これだけあそこの神代割り、あのあれなんか1枚で数万ぐらいでいけるから、うん、ほぼぼっと貼っていけばそんなお金全然かからないし、うん、なるほどね。まあいろいろ本当 YouTube って何からか分かんないですね、うん、なんとなく撮ろうと思ってたらこういう話にもなって、でまあね、うんうん、とりあえず俺明日でも動くし、多分ゆうたもゆうたでやっぱり思うことがあると思う。それはね、当然、でその社長も社長であったと思うの、うん、でもなんか話つづると思うし、うん、もしかしたらこれでうまくまとまって、うん、なんか行ったらよくさ、不動産会社ってこう契約したら一緒にご飯とか行くの、うん、ご飯とか行って親交深めんのよ。でこれがやっぱり風習というか、うん、でそれでちょっとご飯とか食べてみたりして、そんな未来はマジで想像できないけど、ね、いや俺なんかまっすぐやけどなんかすごい優しいやん、ぶっちゃけた話、うん、だから多分ある程度話し合ったら、あ、ごめんなさい勘違いでしたって言えるやん、結構素直やから、うん、でそれで始まって、もしかしたらそこから不動産デビューできるかもしれないしね、うん、不動産でどこでビジネスになるかないから、うん、確かにこういうのが成功者の思考ですね。いやいや、これ俺にはそんな柔軟性がないからな、いつも。え、てかこれ言いたくないの、カメラの前で。なぜかというと美咲ファンがいるから、うん、あんま言いたくないけど、まあそこは置いとこうと、うん、もうちょっと友人と親友やったらあれは、まあ、あの本当に折衷案話した方がいいよと、まあね、うん、しかも不動産で成功してほしいし、これ。まあね、まあそうだね、うん、不動産で成功する一歩ですかね、うん、いやそうだと思う。株の件で失敗して、うん、誰かの耳を入れるっていうことで前進してもらったら、まあね、うん、確かにお金があればね、別にそんな損したってまた稼げばいいって思えたかもしれないけど、今こうなったのも全て物事に意味があるのかもしれない、うんうん、確かにその8000万とかね、まあどこまでいくか分かんないけどさ、浮いたお金でさ、じゃあ逆になんか違うことした方が夢があるしね、夢があるし、だって確かにこれをさ完全に元通りにして普通のタイプの家にするってよく意味ないよね。なんか死んだお金の使い方かな、うん、まあね、確かに、いやそうなんだよね、負のお金の使い方みたいな、うん、まあでもそうするしかないって話になっちゃったから、そうしようと思ったんだけど、しかないかなと思ったんだけど、もしそこで何か第三者が入って変わるんだったら、うん、ちょっと行ってくるわ、うん、ちょっと本当あの皆さん
できなかったらごめんなさいね、うん、はい、あでもそれできなかったら僕のね力のなさと、まあ、相手も理解してくれへんかったということなんで、うん、結構この話したんですよ、ここに来るまでにしたけど、かたくなにってなったけど、今スッと受け入れてくれて、あ自分もなんか反省したなっていう顔してるから、うん、やっぱりあの不動産を感情を入れちゃいけないっていうのはすごい響いた。やっぱ感情はかなり入ってた、うん、で客観的に考えた時にどうするんだろうなって思ったら、普通に考えて現状回復、そういうしなくていい選択肢があるんだったらしない方がいいじゃん。そうそう、第三者にだったら同じこと言うと思う。だから自分のマイホームとかで別よ、うん、マイホームとか念願の家族で住むための家って別やけど、うん、借りてるもんや、うん、人のものや、うん、人のものは返さなあかんや、うん、だからそこに、うん、この家は僕のもんだって言っても、もう話しつかへん。だからこそ8000万のお金を払ってちゃんと元に戻す責任があるから、まずそこをちゃんとお金どうしようとか何とかしようと思ってやった。いやいや、やったら使わせてもらってありがとうございますと、うん、ここで使った投資分勉強になりましたと、うん、やったら自分の不動産とかでもう青汁ヒルズビル持つわみたいな感じで行った方がいい。確かにこの件があったから不動産をめっちゃ勉強して不動産の魅力に気づいたのはすごいあるから。だったらもう追加で8000使うんでいいや。ここにキャッシュがあったらめちゃくちゃ稼げるようになると思う、うん、まあ確かにそういう意味では感謝しかない。それはもうさっきも言ったけど、確かにその感謝して、ね、うん、気づかせてくれと。じゃあもう俺は全然そのためやったら何本でも頭下げして動ける。うん、じゃあちょっと OK お願いします。俺はもうちょっと足動くわ。それでできんかったらごめんな。もう全部 OK。 それができなかったらもう潔く全部壊して元に戻しましょう。そういう約束だし、そういう契約だから。ああまあ一旦預けて、うん、一旦預けて。それは動いて、あの群れて言うし、でもその中でも高橋君絶対作れるから、うん、ありがとうございます。はい、全然全然。じゃあこれもっとガチで本当になんかリアルな話でどんどん決まっていくんで、交渉してもらってなんかいい話になるんだったら、またいろんなことが変わっていくし、今までは今日のこの話がなかったらもうこれは全部壊してもう元に戻してちゃんとお返ししようと思ってたんで、もう本当どうなっていくか分かりません、今日時点では。で その交渉の結果をちょっとチャンネルでやってほしい、はい、自分のチャンネルで、okay、皆さん僕のチャンネルで交渉実際行ってきます、うん、で会社にも訪問してきます、うん、電話も出てもらえなかったら突撃します。突撃も、はい、その中でちょっと撮影多分無理だと思うんで、うんうん、ちょっとマイクをつけさせてもらって、うんうん、ちょっと頭でも何本でも下げてね、うん、あのちょっと不動産会社の社長のプロとしてちょっと動いてきます、うん、それで無理だったところも全部出します、うん、なので皆さんちょっとそれは僕のチャンネルでお楽しみ。じゃあ概要欄貼っとくんで、はい、ぜひ。こんな企画が決まることあるんだね。すげえ話だわ。俺だって全国にこの恥ずかしさをさらすだけで全然安い、まあ、全然で、それでできたらできたで自分の頭が価値があったなと。それができひんかったらできひんかったでもっとなんか傾斜して勉強しなあかんなと思えるから。そうね、うん、すごいすごいわ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、まあ、ということでちょっと急展開があったんで、これはどうなるか分からないですね。本当に分かんないですね。ホステヒルズを本当解体しないといけないから、それか動画で撮影する予定もあったから、うん、そういうのもねいろいろ変わっていくかもしれないけど、本当一つへのやっぱああいう友達がいてよかったですね。なんか内田の北海道の健人君もそうだけど、やっぱこういう状況になってもこうやってなんとか助けてくれようとしてくれる人たちがいて本当にありがたいなと思います。それはもう視聴者の皆さんもそうですし、まあ、自分もすごい不器用でまだまだ未熟なところがあるんですけど、こういうきっかけも含めてちょっと成長していきたいなと思います。かなりこうリアルな動画をまあ最近出してるんで、いろいろ心配する方もいると思うんですけど、まあ、こういう人たちに助けられて、はい、前向きに頑張ろうと進んでます。ちょっとこの動画で、まあ、本当目離さない展開続いちゃうかもしれないんですけど、また進捗含めて出していきたいと思いますので、引き続き皆さん見守っていただければなと思います。どうなるんだろうね。気になります。本当にどうなんだろうね、いろいろこの人生は、うん、1ヶ月後の先が見えないですね。マジで1ヶ月後何やってんのもはや本当に分かんないよね。復活しちゃってるかもしれないですね。いやーかもしれない。青汁液晶乱したいわ。まあでもとりあえず洗濯機とか運ばないといけないからね。そうですね。まあでもいずれにしてももう本当にここにいられるのは、まあ、どんな結論になったとしても、まあ借りる期間としてはもう1週間ぐらいか、1週間もないぐらいなんで、動画的にはどちらにしても4、3目になると思います。はい、まあでも確かにね、さっき言われて思ったのは、まあ、いろんなことがあって、あの当時ねこういうマンションを貸してくれたこととかは、まあやっぱそういうとこは感謝しないといけないなって、はい、まあ、思います。まあでもやっぱね、思い入れもあるからね、うん、気持ちが入っちゃった部分もあるかもしれないし。そうですね、まあ、ちょっと何を出るか本当わかんないんですけど。はい、あれからだいたい5日、6日経ちました。また中野くんが来てくれて進捗があるっていうことで、はいはいはい、あれからどうなった。
もうあの後、うん、もうすぐ、うん、管理会社の社長に、うんうん、まあ、お電話して、はい、結構最初怒ったら、うんうん、これどこの誰やんと、うんうん、まあ、当然さ、まあまあね、いきなり電話したら、うん、そう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 、はい、でまあ一応こういう伝えて、うん、まあお互い行き違いがあったんじゃないかみたいな、うんうん、話でこう全部整理させてもらって、うん、30分ぐらいかな、うん、30分しゃべったら20分ぐらいかな、うんうん、でじゃあ一旦、うん、今も確実に現状回復もう復帰してもらうという話で進めてるけど、うん、上旬でね今日なんですけど、うん、まあちょっと立ち会いしようと、うん、まあそこまでちょっとね、うん、譲歩してくださって、でまあこれそれから、まあ、1時間ぐらいに来てくださって、まあ、どこからどこまでほんまに直すのか、うん、もしくは話し合いで、うん、直さなくてもいいのか、うん、っていうところをちょっと商談しようと思ってます。ありがとうございます。しかもその日かな、 その日か次の日ぐらいに手紙まで、そうそうそう、すごい、そう、手紙入れてくるって LINE くれて、文章あれすごいよね、めっちゃ感動した、まあ、今のね、こう、うん、LINE とかさ、うんうん、売ったらすぐ消せるよ、うんうん、でも手紙ってさ俺3枚ぐらい書いてるけど、うんうん、1文字でもミスったらもう一回やり直しなわけ、うんうん、それぐらい感情を込めてやるし、うん、まあ、手紙とあとトライヤー、うん、持ってって、で見たらスタッフさんすごい印象いい方で、ああそう、はい、ありがとうございますみたいな、うんうん、でまあ最初はちょっと直接お会いできなかったんですけど、うん、まあちょっと迷惑な方なんで、うん、ちょっと電話だけでも失礼やし、うん、まあ次の日ちょっとすぐ行って、うん、でご挨拶させてもらって、うん、でさっきもちょっとショートメール、うん、もう今お待ちしてますっていうのはちょっと送ったから、うん、いやすごいっすね、いや本当にありがたい、いきなりねパーって来てくれて、ここまで動いてくれて、やっぱ最初から相談してたらもうこういうことにならなかったなと思うし、まあでもまあ、結果、まあ、どういう形になるか分かんないし、もしだね、最悪も全部青汁ヒルズ壊して元に戻せっていう話になっても、まあ、それはまあ僕の責任なんで、まあ、いいとしてもここまで動いてくれたことがすごくありがたいし、いやいや本当できんかったごめん、うん、いやいやもう全然もう最初から正直できると思ってないところから不可能なところからもしかしたらっていうところまで来たんで、うん、そしてまあ自分の気持ち的にもやっぱ最初思い入れがあるから、うん、元に戻したいっていうところをいろいろ説得してくれて、まあ、やっぱ僕も業者じゃないんで分かんないところもあったし、それも丁寧にまあ裏でも説明してくれて、やっぱ不動産業者ならではのしきたりというかルールとかもあるしね、それやっぱそれは僕も分かんなかったんで、まあ、業者じゃないとはいえ、まあ、いい勉強になったなと思います。で俺としてもこう全部ね、こう演技よく出てもらったし、うん、演技よく返して、うん、次の人に入ってもらって演技よかったなと思ってもらったし、うん、あとなんかここのね不動産会社長、うん、となんか本当これうまく全部当たったご飯とか行って、うんうん、不動産業やるやん、うん、そうね、そうなんかビジネスタイプできたらいいなっていうのもありながら、うん、いや本当ありがたいですね、まあ、ここまでやってくれる不動産屋さんはないと思います、ガチで。今日京都から来てるから。そうだよね、そう京都から。ありがとうございます本当に、はい、はい、今日のためだけに。じゃあこれから、まあ、立ち会いしてもらうってことなんで、うん、はい、俺いない方がいいよ、あ、もういない方がいい、いた方がいい、いや、いない方がいい、もう全部約束を守ってお渡ししてからありがとうございましたでちょっと会わしたいなっていう、ね、うん、今自分が出ちゃうと、まあ、もしかしたらいろいろややこしくなっちゃうかもしれないんで、ね、ちょっと任せるような形になっちゃうんですけど、うん、この後お願いします。 OK です、任せてください、頑張ってきます、はい、ありがとうございます、はい、はい、あれから数日経ってると思うんですけど、いよいよ今日が青汁ヒルズの引き渡し日です、見ての通りもう何もなくなりました。もうあとは最後返す鍵と、どう何にもなくなりました。本当に何もないですね。本当に何もないです。そうです、一応新宿版の最後見てみよう、うん、いやこれで終わりですよ。今から1時間以内に引き渡し日が行われます。あ、はい、そうね、鍵をね返して終わりなんで、まあ、あと1時間もいられません。ここには全部やっぱり亡くなりました。4年間も住まわれたんで結構荷物とかもたくさんありましたよ ね、結構大変でした。まあ見ての通りですね、皆さんまだこの内装がこのまま残ってます。あれからいろいろありまして、中野くんがいろいろ交渉してくれて、細かいことはね、まあいろいろ相手があることなんでお伝えできないんですけど、まあ、このまま内装を残して退去するということになりました。いやよかったですね。いや本当に彼がいっぱい一生懸命尽力してくれたおかげで、これも本当全部元に戻してたら、まあ、8000万ぐらいかかってたんで、いや本当に中野くんには感謝しかないです。不動産屋さんの、まあ、オーナーさんとも、まあ、ちょっと行き違いとかもあって、まあ、僕気づいたんですよね。やっぱこれはもう明らかにもう言うまでもなく自分が悪いし、そもそも賃貸がダメなんですよ。これは別にこの物件って意味じゃないですよ。それは誤解してほしくないんですけど、賃貸っていう仕組みを使ってここに住んでいた自分がすごく愚かだったなと思います。もちろん全ての賃貸を否定するわけじゃないんですけど、東京で今マンションもすごい上がってるし、土地も上がってるし、僕がこの青汁ヒルズを借りる前にどこか買って購入してたら全然儲かってたわけなんですよ。で自分の家だったらこんな風に内装入れたりしても、まあ、出ていくこともないですし、やっぱりね不動産は賃貸派と分譲派って分かれていろいろ議論されてますけど、もう絶対買った方がいいね。間違いない、うん、それに気づけた、青汁ヒルズだったなと思います。別に決して誰かが悪いとかじゃないですよ。そのオーナーさんが悪いとか誰かが悪いとかそういうことって全くなくって、そもそも買っとけばよかったなと、まあ、そこに尽きるなと
いうことです。まあ、賃貸でやっぱもうこれだけ内装入れちゃったのもね、自分の愚かな部分だったんですけど、でもやっぱり振り返ってみると、青汁ヒルズを作ったっていうのは、まあ、前もちょっと動画で話したんですけど、脱税事件に捕まって、すごい世間に誤解されてて、すごい悔しくて悔しくて、やっぱここを見せることで、自分がまあ本当に経営者としてすごいってことをね、思ってもらいたいな、見せたいなっていう、まあ、パフォーマンスも込めて、大体2億円ぐらいかけて作りました。当時、その、まあ、ここのオーナーさんもね、今でこそ、本当にね、いろんなところに呼ばれるようになったりとか、いろんなね、著名な方ともお付き合いさせてもらってるんですけど、当時はやっぱすごい逆風がすごい中で、ここを貸してくれたことがまず感謝しないとなと思ってます。本当感謝、そこにまず感謝したいなと思ってます。本当ありがとうございましたって感じですね。あの時の僕にやっぱ物件貸すってすごいリスクだったと思うし、なかなかね、他にもね、借りたい人がいる中で、わざわざね、こんな曰く付きのやつに貸す必要もなかったと思うから。それでもここね、ここに4年ぐらいですかね、住んで、いろんな環境が変わりました。登録者だって全然違いますよね。ここに入ってきた頃って10万人くらいかな、10万人弱もいなかったんじゃないかな、下手したら。もうそれぐらいのレベルだったんですけど、今100万人を超えて、ここで生配信もして、筋肉もすごく回ってね、いろんな人がここの青汁ヒルズに来て、いろんな思い出ができました。もうこれで綺麗さっぱりここは終わりなんですけど、まあ、今回の、教訓を今後に生かして、必ず復活して、僕はこの青汁ヒルズよりすごいマンションを、マンションなのか一軒家なのかわかんないですけど、すごい家を、いつか自分が所有する形で建てたいなと思います。はい、そういう風に新たな夢が出ました。しばらくはね、最近モーニングルーティーンとか出しましたけど、家賃換算すると大体9万円ぐらいのマンションで、住むことになるんで、結構まあ生活はしんどいんですけど、まあいつかまたここから成り上がってね、綺麗に建てようと思って、今すごい、なんか、希望しかないですね。ワクワクしてるっていうか、うん、まあこんな経験ができたのもこの青汁ヒルズのおかげなんで、ありがたいなと思います。本当、その青汁ヒルズに、そして、まあ貸してくれたことも含めて、ありがとうございます。感謝を込めて、はい。よし。ここは4年間住まわれたんですもんね。そうだね、まあ、内装でできてからは多分3年ぐらいかな。あ、内装に1年かかってるんですね。そうだね、結構時間かかったで、まあ、一応ね、今から引き渡しなんでお土産を買ってね、最後大人っぽくというかかっこよく終わりたいなと思って。そうですね、貸してくださったんでやっぱりちゃんとご挨拶ですね。いつでもいろいろあったんですけど、まあ、結果的にやっぱり不動産持ってるものは強いし、まあ、それは当たり前なんですよね。だから自分も そういう立場に今後なっていかないといけないから、もう賃貸しないでマイホーム買います。まあいつになるか分からないけど必ずやります。美咲さん4年間住まれたってここに10億以上押し払ったってことですね。うん、まあ10億も払ったのかな。まあでもいや10億はいってないと思うけど、少なくとも数億円払いましたよね。もちろんね、それが無駄だったとは思わないし、それでいろんな思い出やったものもあったけど、でも逆に考えるとそれがあれば、都心でいいとこ買えたよねって。いや、ほんとそうですよね。まあでもそれも当時僕はバカだから気づかなかったし、不動産のことだって全然無縁だったし、この件があって不動産のことをめっちゃ勉強するようになって、不動産の魅力に気づいたんで、まあ、僕はもう将来必ず不動産屋をやります。美咲不動産を絶対やります。将来っていうか近い将来やろうと思ってます。それでもう一回成り上がろうかなと。思ってます、ね、ガチで。またそれはね、動画考えをお知らせするかもしれません。一応、ちょっとバーも行ってみよう。バーの方も完全に、もう綺麗になられてるんですか？完全に。ジムも解体されてますね。ここもね、まあ、結構お金かけましたね。でもここも、あの、青汁ヒルズバーがあるようです。すごい綺麗になってます。忘れられませんね。最後にここにも感謝を祈りたいと思います。よし、これでも後悔はないですね。未練もないです。綺麗さっぱりしたんで、これからもう完全に新生活に。そうだね、日が出しの時を待ちましょう。はい、はいはい、引き渡しをしました。ちょっとね、業者さんが複数来るかと思ったんで2つ用意したんですけど、1社さんだけだったんで、お渡しして綺麗に探してくれました。これでもう青汁ヒルズに入ることは二度とありません。悲しいですね。悲しい気持ちもあるけど、でもこれで良かったのかなって思います。自分の持ち家じゃないといつか出ていかないといけないし、やっぱそういう運命でしょ。まあ、でもちゃんとご挨拶をして綺麗に共通できたので良かったなと思います。本当中野さんのおかげです ね中野さんのおかげではね、中野さんありがとう本当に。まあやっぱすごい縁ですね。なんとも言えないな。こっからまた何の選挙に帰ると思うと希望しかないな。もうあそこから成り上がるしかないからね。いや本当ですよね。成り上がるしかないから、そういう思いでやっていくしかないっすね。まあちょっと極端な表現になっちゃうかもしれないけど、今の心境は何もなくなっちゃった。だからこっからまた作ればいいやん。そんな感じです。明るい未来しかないですね。でもサムネ撮ってないとね。撮ってないですね。やばくない？
もうサムネ取りに帰ることができますから。いや、本当ですね。よし、じゃあ、ここから新規で頑張りましょう。頑張りましょう。よし。あ、お疲れ様。ちょっといろいろ本当ありがとう。無事青汁ヒルズをね、引き渡しすることができて、で、まあ僕はもうさっき電話で一報聞かせてもらって、結果が分かってるんだけど、今視聴者の皆さんにも伝えたいなと思って動画撮ってるんですけど、あれから青汁ヒルズ、どうなりました？で、結局、まあ、その管理会社の社長とお話しして、うん、まあ現状回復をね、うん、ほぼせずで、うん、8000万のお金も出さずに、うん、まあ、ちょっと無事ね、うん、あの折衷案ということで、うん、大幅減額して、うん、まあ、その引き渡しすることが完了しました。そうなんですよ。相手があることなんで、まあ、細かいことはもう言えないんですけど、基本的には元の青汁ヒルズのものをまあ渡して、まあ、お金も、まあ、もちろんいろんな計算とかがあるんですけど、まあ、そんなにかからず終わることができて、管理会社の社長もすごい一生懸命やってくれたし、いろんな人が協力してくれて、ね、本当に良かったです。いや、いや本当良かった。俺実際本当にあれもうお金払って元に戻すつもりで本当にあの時までいたから、まさかこんな風に、ね、なると思わなかったし、いや本当に良かった。中野くんがやってくれたから。いやいや、これじゃなくてもやっぱ俺の声とかね、周りの声に耳傾けるやっぱり言うたのは器だと思うし、あとまあ借り会社ね、うん、社長も合理的な話してくださったんでね、まあね、いや本当にも良かったですよ。良、うん、かった。本当行き違いもあったけど最後そうなって良かったなと思うし、なんかまあこれを機にね、うん、あのなんか先方の社長も一緒にね会いたいって言ってくれてるし、うん、まあなんか会って挨拶行ってご飯とかに行って、ね、不動産業のね、うん、一つのスタートできたらなと思って、うん、そうだね。これも今回のことを教訓に、まあ、賃貸が悪いとまで言わないけど、やっぱ持ち家がいいなと思った。だから、まあ、持てる人は持ってもいいよね。青汁ヒルズより立派な家を将来ね作りたいな、持ち家として。その夢を抱いて頑張ろうと思います。いやもう最高や。不動産業もやりたいと思ってて、今ちょっと勉強しようと思ってるんで、またいろいろ教えてください。いやいや、もうぜひぜひ。なんかね、これでちょっと耳を傾けられんかったらいいけどね、ちゃんと傾ける器がやっぱ広いとこもあるし、やっぱまあ無視ですね、やっぱ冷静にマーケット見ながらので、うん、そういう意味で言うと全然できると思います。あとなんかいろいろ交渉してくれてさ、最初からうまくいかなかったわけじゃなかったと思うし、いろんな経緯があったと思うけど、それはそっちのチャンネルで、そっちのチャンネルでそれは大丈夫。あ、OK。 じゃあ、 概要欄に貼っとくんで、まあどうやってこういういい結果になったかは、中野高間チャンネル見てもらえば皆さん分かると思いますんで、概要欄とかで見てみてください。はい、本当ありがとう。本当よかったね。いや、本当逆にありがとう。俺もなんか言うた通して、管理会社の社長通して、本当勉強できたわ、今回。ありがとう。そう言ってくれると。ありがとう。じゃあまた、飲みでも行こう。いや、京都行こう。そうだね、京都行くわ。うん。分かった。京都言うた変やってよ。ありがとう。うん、OK。また連絡します。はい。はい、バイバイ。はい、ということで細かい数字は言わないんだけど、かなり大きく浮きました。もうやっぱあの青汁ヒルズはでも残すことはやっぱ思いがあったから、すごい迷う部分も正直最初あったけど、でもこうなってよかったなと思うし、やっぱ土地と建物にまず感謝ですよ。まあそのお金でまた事業やればいいし、何よりも月末の支払い3億1000弱がこれでゴッとね減りました。で、それも入ってたんですね。入ってます。でもちょっとそれも入ってた。顧問でも最近ちょっと収入が増えてきて、青汁ヒルズが無事にいい形で終われたんで、かなり浮きましたよ。だからもう、まあまだ、油断は許しちゃいけないんだけど、ほんとやばい時から、少しずつこのわずか何週間の間で積み重ねで前に進めてきたし、たくさんの人が協力してくれて、こうやって、なんとかなるかもな、みたいな。で、まず何とかした暁にはここのマンションからもうちょっといいところ贅沢させてほしいなと思ってます、はい、でもまあ今僕はまだそういう立場じゃないし、そういう余裕を得る状況じゃないんで、まあまだここから引き続きね頑張りたいかなと思うんですけど、はい、一応ねそういうふうに皆さんにご報告したいと思います。ちょっとさっき電話で言ったんだけど、いつか青汁ヒルズより大きな家を持って、それは自分の持ち家として持って、またカメラ回せる日が来たらいいなと思います。それまでは今、まあ、ちょっとねあの家より10分の1の広さになっちゃったけど、これも持ち家だからここから入られます。はい、ということで皆さん、いつになるかは正直分かんないけど、またね大きな家に住んだりとか、かっこいい姿見せたりとか、絶対ここからしようと思うんで、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。